皆さんこんにちは。それではですね、弁理士入門講座のガイダンスを始めていきたいと思います。担当は歴戦に講師弁理士の佐藤です。で、今日やっていくテーマはこれですね。で、ご覧になっていただきたいと思います。もう秋でありますんで、早期スタートっていうねテーマではなくって、これからとってどう1年間ね過ごしていくのかということについて喋ってまいりたいと思っています。で、一応僕の特コースについては5つ特徴がありますん で、これに従って少しね話してまいりたいと思っております。で、まあ、レジュメを配ってっていうわけではないので、暫時移しながら見ていこうかなと思っています。で、まずね、今年のリーフができてるんで、リーフを少し見てもらいたいと思ってるんですね。で、まあ、一番コンパクトに自分の言ってることが書いてあるのが、これ渋谷のリーフになっておりますんで、こんな風に書いてあるんですよ。ちょっとご覧になりましてね、ください。で、かなりこれ、今から 2,3 年前の写真になるんだけど、まあ近いですかね。で、ちょっと見ていきましょうね。タイトル書いてあって、こんな風に書いてあります。圧倒的な情報量で暗記ではなくって理解でって書いてあります。で、これ見ちゃうと引く方いらっしゃると思うんですね。圧倒的って書いてあるんで、すごくね学際的な問題が多くて面倒くさいんじゃないっていう人もいらっしゃるんですよ。で、僕は一応ね、院も一応出てるんで、そんな傾向でっていう人もいると思うんですね。まあ、全くないわけではないんですけども、ちょっとこれ違うんですね。圧倒的といっても試験に必要な限り圧倒的って話になります。で、今の試験って通常何年で受かるんでしょうかね。もちろん早い方はいらっしゃいますよ。ただ平均で言うならば 3.56 年というのが一般的でありますので、その 3.56 年の知識を1年で入れちゃうという意味では、ここに書いてある通り圧倒的なんでしょう。ただインプットはこれだけで終わるというところが一番のポイントになっておりますので、試験を通してみるならば圧倒的でも何でもないんですけどね、8ヶ月間ぐらいで3年間入れるということになりますんで、まあ圧倒的といったら圧倒的なんでしょうね。そして情報量で暗記ではなくって理解でと書いてあります。これ確かにそうなんですね。で、僕は何条何項に書いてあるから丸とか×とかっていうのは一番最後ですね。で、これは法学の上で習ったんですね。で、回答って2つから出すんだと。1つは条文の根拠ですね。これいつも言っているように許容性と言います。ただこれだけもし追求するんであるならば、予備校って来なくてもできるんですよ。自分でやったら良いとなりますので、この背景ですよね。ないしは社会的妥当性、あるいは条文の趣旨から解いていくと、まあ、それが、理解だというところにつながっていきます。そこは多分違うんでしょうね。まあ、これに、ね、共感できる方は、まあ、自分のクラスに馴染みやすいんでしょうね。で、そうじゃなくって、まあ、とりあえず、ね、広くでもいいけど暗記で全部潰すという方は多分馴染みがないんだと思います。まあ、それはね、まあ、いろんな先生がいらっしゃるんで、まあ、いろいろ検討していただいたらいいと思うんです。ただ僕の、まあ、講座のコンセプトは100やって1000解けるんだということをねテーマに挙げておりますんで、まあ、それは本当の法律家っていうところになるかと思ってるんで、まあ、これをね、テーマに挙げています。あとここに書いてあるように、合格すれば幸せですかと書いてあります。で、確かに嘘ではないですね。まあ、合格は一応幸せの切符ということになりますので、確かに受かることは幸せなんでしょうね。ただ昔はこれだけで良かったんですね。僕受かった今から25、6年前、受かれば相当いい待遇があってというのは確かでした。今どうかというと悪くはないですよ。確かに就職に困るとか転職に困るってことはないと思います。ただ昔みたいな待遇ではもちろんないですよね。そこは受かればいいですかというとそうではないと。じゃあこの資格って儲からないんでしょうかというとそうでもないんですね。二極化です。本当の弁理士、まあ、いわゆる昔ながらの明細書を書くだけじゃなくって、それ以外ですね、僕らよく言う知的財産の専門家とよく言っています。もしそれになるんであるならば多分稼げるんでしょうね。それが要求されているのが本物の弁理士ということになります。まあ、それを育てるのがうちのクラスっていうのがテーマになっておりますので、まあね、受かればいいだけというわけではありません。まあ、思考の仕方であったりとか、ないしは考え方ですよね。あとはどう発信していくのかというところが今後重要になっていきますので、それを作るというところはポイントになっていきます。じゃあ講座についてはどういう構成で何が特徴かというところについて説明していこうかなと思っております。まあ、それがレジュメですよね。見ていきましょう、ね、だいたい20分ぐらいでやろうかなと思ってるんですけども、ここからは今日のテーマになりますね。
ワイドクラス5個の特徴と書いてあります。で、1番から見ていきましょう。入門講座だけで本当に合格できるんでしょうかと書いてあります。まあ、実際上はね、3年から約4年ですよね、かかっていることは現状です。で、もちろん皆さん相当勉強できる方が集まってやっておりますので、まあ、実際上すごく難しいんでしょうね。で、選択科目なしっていう状況でこれになりますので、もし選択科目ありって話になるとプラス 0.5 とか1年かかるのが通常だと思っています。だから平均通りなんだろうね。 3.5、6年から4年ぐらいかかって受かるというのが本当のところでしょう、実際上は、ね、となると、いや、この講座だけでは難しいんじゃないってことになりそうですよね。だって入門講座は8ヶ月からしかないということになります。となると、3年の知識を入れるとさっき言いましたよね。で、これがないと、まあ、多年度かかってしまってまた別ってことになってしまうと思うんですね。できればこれをしたくないっていうのがこの講座の骨子になります。で、そしてインがすごく多くってアウトが少ないわけですよ。まあ、これ1番の括弧3に書いた通りアウトが少ない。アウトについては論文の方だけ私アウトはやってるんですね、講座の中でね。あと のアウト、例えば担当であったりとか、ないしは入門の簡単な問題ですね、これはご自分でやるとか、ないしはねテキストなんかに書き込まれてるんで、そこで担当の問題について一緒に解いていこうということをやっています。だからアウトがないと言っても問題ないと思ってるんですね。特に担当の問題については過去問中心に自分でやると、ないしは簡単な問題について授業で説明しますんで問題ないと思っています、そこはね。ただ前提たらアウトがないと絶対これ解けないわけですよ。なぜこうなるかっていう点ですね。これを中心にやっていくんだということになりますんで、8ヶ月間ぐらいあるならば多分通常の講座の約3年分入れる自信があると思って、いや、入れる自信があります。まあ、これをずっとやっていくということになりますよね。で、そして2番目で、この講座だけで合格できるためには何が必要ですか。今の試験と僕受かったこの旧試験ってかなり試験の、ね、傾向変わってしまってるんですね。僕らの頃は担当にまず受かったと。で、担当免除ありませんので、担当1回受かった方ってずっと受かるわけですよ。で、だからボーダーが8割となってしまうんでしょうね、そこはね。で、その担当とまた論文の属性が違うんです。ちゃんと文章を書けというのが昔の試験でした、ね、で、バクとした回答なんで何聞いてるかわからないんですね。だから担当式試験受かれば論文受かるってわけではなかったんです。別のね、また勉強を行って2年目3年目でちゃんとやっていかないと受からないっていう試験でした。ただ今どうかというと、今そうではないんですね。まあ、どの試験もそうなっちゃってるのかな。事務処理型の問題が多いんですよ。たくさんの情報を見て、まあ、特に問題が長くってね、いかに早く読んでって回答を出せるかというのが今の試験傾向ということになっています、ね、となるとどうしたらいいんでしょうね。ここに書いた通り、今一番難しいものは担当式試験です。論文ではないんでね、論文は担当のちょっとねプラスアルファかなって思っていただくと良いと思います。だから書き方さえ知ってしまって、そして読み方さえ知ってしまうならば、多分ね十数回もあれば自分でできますよ。こうやって見るんだ、読むんだって教えちゃえば、多分担当さえできればっていうところです。できると思ってるんですね。で、これ見てください、ね、担当に必要な知識は全部入れること、全部です。ここに書いてある通り全部ですね。で、これが入ってるとまだ問題見た瞬間にシュッと解けるんですね。で、この一方、下に書いた通り担当式試験に受かることは極めて今難しいんです、確かに僕らの頃って8割ボーターです。だけど今の問題から比べると淡白なんだよね。似た問題が結構出るわけです。で、この一方、今の問題って結構文章長いんですね。で、複雑です。で、そして改正されていますんで、改正の部分については未知題なんだよね。そうなるとなかなか解けないってことになります。で、これは一番難しいんですよ。この一方、論文についてはだいたい出る頃は決まっています。そこちゃんとできてるかっていうだけの話なので、まずは担当式試験が鬼門ですね、この試験においてはね。で、書いた通りね、すごく難しいと。あと範囲が極めて広いんです。だから担当においては ABC ランクって僕はないと思ってるんですね。全てやって初めて意味があると思っています。だから担当については何回しって普通やるわけですよ。僕の講座は
入門があって、入門についてはコンプリートってやってるんですね。そこではいわゆる論文と担当共通マターについて1回回してします。回しています。それを大体概要を回してしまうことによって8割程度は一応終了したってことをやるのが1週目っていうことになります。でこれが終わりましたと、終わった後で全ての条文についてローラー的に潰していきます。これが担当コンプリートという2回目になるんですね。多分2度担当講座をやってるって1年間やってるのはこの講座だけということになります。でそのくらい担当については重視をしているんですね。でさらに担当難しい点2つ目、ね、まず1つ目範囲が広いっていう点でした。2つ目改正が頻繁だっていう点です。これは司法試験以上でしょうね。で司法試験は論点一発が極めてこれ難しいんですよ。 A という見解、来者 B という見解、そしてかなり被っているわけではなくって科目科目が別科目なんですね。でこの一方で免許の試験については結構被っています。被っているんだけど一番面倒くさいのが毎回毎回改正という部分があるんですね。でこれに対してその改正に見合った対応する本ですね、これはほぼないんですよ。ない状態、予備校に行って初めて学ぶということになりますので、これが難しいんですね。でもちろん改正しってことになると、なんで改正されたんでしょうか。まず前提たる、法文があって、その法文では回答できなくなってしまったというところがあるんですね。そこで条文を直したというのが改正の趣旨なんでしょ。だったらこの前提たるものについてどうなっているかと、なぜ変わったか、そして今どうなっているかというこの3段ですね。これをちゃんと理解しないと多分バックグラウンドってわからないと思うんですよ。これが趣旨から解くということになるんですけど、これを極めて重視をしています。このところね、この点が多分司法試験なんかと違った別の試験傾向だってことになるんでしょうね。だから分かりにくいし、前提が分かっていないとなかなか理解できなくって暗記となるんですよ。暗記で受かるかもしれないけど、多分論文は難しいでしょうね、そこがね、はい。でそしてここですね、2番目書いた通りね、弁士試験では法律解釈学があまり問われません。これ司法試験になっちゃうので法解釈ではないんだよね。 A という見解、 B という見解についてどうなっていますかってあまり聞いてこないです。消去は一部ね聞いてきたりするんですけど、他の科目は担当の焼き直しっていう感が強いです。でしかしね、さっきも言ったように改正の経緯ですね、これを聞いてきたりします。でしかし直ではないんだけど、これを分からないと理解できないというのを聞いてきたりするんですね。これはちゃんと話します。僕は25年この講義をやっていて、35年この業界にいるんで、だいたい業界の把握って分かってるつもりです。特に昔からの改正の経緯ですね、何年法こうで何年法こうでと分かってるつもりです。そして改正条約、あとは条約に入ってしまったんで改正になったというものもあります。これも遠隔があるわけですね。この辺もちゃんと分からないと難しいわけですよ。社会的要請で変わったとか、あるいは条約に入ったことによって変わった、どうなってるかって両者の関係ですね。単なる特許は特許だけではないんですね。条約の規定が変わったことによって特許はこう変わったと理解しないとかなり厳しいかもしれませんね。あとは細かいところを聞いていきます。しなければいけないと、あるいはすることができるという言い方ですね。ここに書いた通りね。でこれ覚えるんでしょうかというと、最終的に覚えちゃうことになると思うんですけども、ルールってあります。これってできるしなければいけないっていう点は、このルールについて喋っていきます。だからあまり暗記をしたことは記憶は自分でもないんですけどね、自然的に分かるということになるかと思うんですね。確かに細かいです、条文としてはね。だけど、そこってルールがあって、それに従って解いていくならば多分こうなってるはずって分かるはずなんですよ。これをやっていくのが本来予備校というか法律学の勉強ということになるんでしょうね。実際では自分でやるところは自分でやったらいいと思うんですよ。そこはね、そうではないというところがポイントになるんでしょうね。でそして次3つ目で、試験においては概要については簡単に回すこと、これは必須です。科目数がすごく多いでしょう、この試験って。独自一生上といっても上もたくさんありますよね、でこれを全部含めてやっていって、試験途上で一応ある程度回答できないと担当含めて受からないもんね。
完璧に分かる必要性はないわけですよ。だいたい8割ぐらいずっと待ってればいいわけ。しかしまずこれをやる前提として、いちいちこれずっとね、科目ごとにずっと終わらせちゃうのは難しいわけですよ。昔の入門講座、ネックではないですよ。すごい昔の入門講座って1年かけて特実一生情著譜って一個一個やってました。こうなっちゃうと忘れちゃうんですね。じゃあ30回かけて特実一生情著譜とやってしまって覚えてるかといっても覚えていないんですよ。でさっき言ったようにこの試験の科目って結構連関性が強いんですね。この点が司法試験と違ってというところになると思います。したがってできれば概要についてはガッと増しちゃうのが一番早いんですね。大体特許はこういうもの、遺書はこういうもので、商標はこういうもの、まず概要を回してしまいます。あとは本誌の問題解くんです。徹底的にもう出るところ決まってますんで、これが試験対策が一番早いんですよ、試験合格っていう点ではね。でこれが書いてありまして、エッセンシャルと特徴1ですよね。多分多分やっていないと思うんですけど、この講座の概要ですよね。エッセンシャル、すべての科目について全14回で概要を回すと。でこれも生ではやってるわけではなくって、すでにもう取ってしまっているものについて提供してまいります。だからこれについて何度も何度も聞いてもらいたいんです。聞いてもらって頭の中で積材先の体系を作っていただくと、多分ね、なんとなくこれ分かりますよ。これでいいんです。1回目ないしは2回目って、これについてそれが終わった後に中身に入っていくんですね。できたら本試験の問題について解いていくのが一番早いんです。試験って大学入試もしっかりね、いくら学際的な本読んでも解けないわけですよ。まず問題となっていきます。そこで入門コンプリート、これは後で見せますようにテキストを作って過去問すべて入れています、ね、で論文記録関数、論文ワイド、これも過去問解く講座になります。論文について過去問ってこう解くんだという講座になりますからね。あるいは担当ワイド、これはかなり細かいです。一個一個条文について、全部ローラー的に潰していきます。担当2回というのはこの点ですよね。でそして論文については解き方をやっていくわけです。例えばね、これ他の講座ではなくてこの中でやっているものなんですけど、これ一部だけちょっと抜粋したのがあるんですが、実際講義でやっていたものですよね。解き方というところなんで、ちょっとそう、例えばこれ平成25年の論文の問題の一部なんですけど、僕はこういうふうにしてこれ問題文解いていって読んでるわけですよ。これ現代国語に近いんですね。解き方ってあるんです、ね、よく現代国語ってあまり書物を読んでいないと解けないって人がいるわけですよ。でそうではなくって機械的に解けるようになってるんです、そこって。でこれは受験と同じです、ね、でこれあまりやってるところって聞いたことがないですよ。どうやって解いていくのかっていうところです。上から読んでいって何か時系列書いてやると時間がないんですよ。これやってしまうと失敗です。でそうではないので解き方、読み方ってあります。これさえ教えてしまうならば、だから10回でいいと言ってるわけです、論文って。対策としてはね、あとは暗記になるところをやっていけば良いわけですよ。英単語については僕って教える必要性ないでしょ。これ自分でやればいいわけですよ。読み方ないしは解き方ですね、論文については。それさえやってしまうならば10回あれば足りるはずなんです、実際上ね。でこれやっていきます。で試験に必要なものですよね。何が必要になるのかというところになります。特徴の2つ目、1つ目はさっき言いましたように、概要を回すっていう講座がありますという話をいたしました。特徴1、あと特徴2、まあ、通常、入門講座ないしは弁理士試験ってテキストってこんなものを使うんだってなってるよね。教書ってあまりないわけですよ、基本書、ね、まあ、司法試験基本書があって何冊も読んでっていう世界です。でもこの業界あまりないんですよね。あるのは1つは条文集、これは必須だよね。あとは青本、築城解説です、まあ、特許庁さんの書いた書誌本ですよね。そして過去問、あとは審査基準と判例というのが一般的になるんでしょうか。ただこれね、これだけバラバラにやってしまうと時間かかるわけですよ。でさらに書いた通り、まず条文についてはどう読むのかと分かりがたいわけですよ。極めて複雑になってるん で産業財産権法ってね。そして青本、これどう読むのかって分かりがたいんですよ。過去問どう使ったら良いのか、
特に過去問についてはある単元やったとしても解けないんだな。3つ4つかぶって単元解いてるんで分かりがたいんです、自分でやっちゃうと、だできれば1回目の回し、さっきで言うならばここの入門コンプリートっていうところにおいてはその単元だけで解ける問題について説明しようかなと思っています。そうすることによってこの単元でこうやって問いでは聞いてくるんだと分かりますからね。3つ4つやって初めて分かるっていう単元の問題って最後でいいんですよ。これやってしまうから多分潰れちゃうんでしょうね、おそらくね。担当すごく難しいんだ、じゃあ自分って向いていないのかなと言って撤退しちゃうんですよ。でこれはいけないということになりますね。これはそこをやるっていうことになりますよね。でそこでこの過去問についても含めて全て書いたのがクレストっていうレジュメになります。クレストというレジュメになります。で今日持ってきたかな、あるかなと思うんですけど、これクレストというレジュメになりまして、これ1回目ですね。1回目何をやるかとまず書かれています。第1回目の範囲ですね。そしてパッとめくると次これ講義録なんですよ。パレート、だいたいこういうことについて喋りますっていう内容です。ここはほぼ簡単な一文で書いてあるんで、だいたいこういう問題についてはこういうところがポイントになります、一文でパチッと書いてあります。僕の予習集みたいなやつですね、これをつけました。で実際上これをやることはないんですけど見ていただいて、そして中身に入っていきます。今日は、第1回目でありますんで、特許の目的とまず書いてあるかと思うんですね。で目的であるならばどう聞いてくるか、さっき言ったように条文線引いてると思うんですよ。これがポイントになると。でそれについての説明ですよね、書いてありまして、じゃあ実際上論文含めて担当だったらどう聞いてくるかっていうところについて説明していきます。だからこのテキストを通じて大体単論については分かってしまうということになるかと思うんですね、はい。これがだから言うならばクレストレジュメっていうところですね、自分のオリジナルになります。で全てまとまってるってことになるんでしょうか。青本あるいは条文あるいは過去問と、審査基準と判例、判例についてもメジャーじゃない判例って出ませんから試験においてはね。でこれについて扱って説明しております。でこれだけで一切足りちゃうんだなっていうところがこのクレストっていうところのいいところでしょうか。そして、次5つ目、特徴3ですよね。5番、特徴の3つ目、ここね、僕は担当試験を重視をしています。何度もこれは言っています。今担当式試験がべらぼうに難しいわけです。だから参審する方って結構いらっしゃるわけね。でその方が戻ってきてうまくいかないってことになると長期になるわけですよ。でそうしたくないんですよ。できたら受かった時に合格しちゃうならかしちゃうか翌年度でしょうね、受かんないと長期ってことになります。で担当については2回回しています。2回回しと先ほど申し上げました。多分これは入門の中では僕だけでしょうね。1回目は先ほど言ったように入門コンプリートというところで、コンプリートというところで1回これ回します。でその後に今度担当ワイドで極めて細かいところについても回していくんですね。2回回します。インプット2回は多分ないと思うんだよね。でこのくらいやらないと多分ここに書いた通り量が多くて終わりませんってなるんですよ。あとは C ランクだからやらなくてよいということになるんだけど、 C ランクって担当式試験は基本的にないんです。全部とできないと本当はいけないんですね。論文は ABC とあるんですけど担当は普通はないわけですよ。でこの担当2回しっていうところが特徴の3でしょうかね。でこの担当ができないと多分試験ってやめちゃいますね、おそらくね。解けないとなるんで、ってやめちゃおうかなってなる契機になるのでこうしたくないわけです。そして6つ目、特徴の4ですよね。論文式試験は読解に特化しますと。読解です。読解に特化をします。読み方です。先ほど言いました今の試験問題ってベラボーに文章が長いんですね。ちょっとこれ見てもらいたいんですよね。これ旧試験ね、僕ら受かった頃の旧試験なんですけども、この問題ってこれ2問なんですけど文章短いでしょ。文章短くって、ただこの当時は3000字でした。今2000字で書くんですけど3000字で何を書くんでしょうかね。これもっとね、激しいのになると上のやつね、これでしょ。何を一体書くんでしょうね。2行しかないじゃない。こっから3000字を作り出して書いていくわけですよ。
試験は何を聞いてるか、これがめちゃめちゃ難しいんですね。だから、よく大学生も言うんですけども、家に持って帰って何時間考えても書けないんですよ。回答がわからないから、ね、こういう傾向は昔の試験ね。今どうかというと、こうではないと。こうではなくて、ベラボーに文章が長いわけですよ。これ平成の20年、ね、見たことありますよね。20年長いでしょ。文章がバーッて同じ時間解くんですよ。 でも2000字書く量についてはどう解いていったらよいんでしょうね。一応試験員の先生ってこれで読めるっていう前提で問題作成してるはずなんですよ。間違いなく、ね、書くことよりもいかにちゃんと読めるかっていうところが多分ポイントになってくるんでしょうね。でその時に上から読んでいって、なんだこう時系列を引いていってやるってことになると多分時間がないんですよ。そこは、ね、あの呼び込み一生懸命やってるんですけども、やっぱしあの完璧な答案見させてやるって話になると上から読んでいってこう解くんだってなると思うんですね。だけど読み方ってこれあるわけですよ。読み方でさっき示したみたいな読み方でやっていくと多分ねパッと見た瞬間大体答えって上がるんですよ。実はそれが分からないと時間かかってしまって解けなくて終わるということになるんですね。これについてお話をしていきます。これが論文の講座ということになります。これは特徴の4つ目ですかね。ここに書いてある通り特徴4、読解に特化をします。多分ねこれはないと思うんですよ。通常書き方とか語って教えると思うんですよ。でそれよりもまず読み方ですよ。これは分からないと解けませんので、ただ担当の延長形です。これって単語の勉強が極めて重要だと言っているのはここにも共通するんですけどね。で最後ゼミですよね。ゼミ何やるかというと、終わった後に応答するゼミを今年も予定しています。学会ごとにね、まあ、あの入門コンプリートに入った 1,2 回目さすがにやりませんけど3回目ぐらいからやっていこうかなと思っています。質疑応答します。これに対して答えてもらって、アクションを求めるということをやろうかなと思っております。これ結構ね深く聞くとあの分かんないところが明確になりますよ。なぜこういうことを聞いたのかと聞いていったりしますからね。そうすることによって浸透するんでしょうね、知識が。これを今年もやってまいります。これが5つの特徴と言ってるところになるんですけどね。こんな形で、大体8ヶ月間ぐらいやっていきます。4月から始まって12月の末までなんで年内に終了します。でなんで年内終了は重要なんでしょうかね。できればアウトプットの時期って年明けからやっていただきたいんですよ、ね、じゃないと多分時間がなくなってしまうんですね。できたらそうだから、これ見てる方ね、まあ、いろいろ迷ってるでしょう。受けるかどうかについても、ただ8ヶ月間ちゃんとあるならば一応担当式試験は受かる実力ってつくはずなんです、ね、あとは深く考えるという姿勢がつくはずなんです、まあ、これを前提にやっていけば少なくとも2年あったら絶対この試験って受かりますよ、ね、1年でというのは特別な家庭の方なのでなかなかこれ難しいです。でも2年間あったら絶対受かりますよ。これは本当のところね、まあ、これを含めてしっかりとやっていこうというのがこの講座の骨子ということになります。新しくこれから勉強する方ないしは今までやっていたけど目が出なかった方いらっしゃると思うんですよね。でそれは多分視点がちょっと違うのかもしれません。まあ、そういうことも踏まえてやってまいりますので、もし興味のある方はぜひお申し込みいただければと思っております。まず全体5年で終わりたいと思います。お疲れ様でした。